中川優子は、東京都出身のフリーアナウンサー、気象予報士。気象予報士の資格を活かして、気象事業会社で8ヶ月の修行後、NHK の国際放送気象アドバイザーとしても、活動している。2014年5月より、株式会社オフィスコットンに所属。フリーアナウンサー、気象予報士、健康気象アドバイザー。津田塾大学学芸学部 A 文学科卒業。 在学中は異文化間コミュニケーションを専攻し、英語教職課程を修了。卒業後は総合商社に入社。社内の外国人に日本語を教えるという特殊な業務を任され、人前で話をする楽しさに目覚める。一年発起し商社を退社した後、1997年に NHK 教育3ヶ月英会話でアナウンサーデビューを果たす。その後は、 TBS、スポーツマンの位置決定戦、フジテレビ、おはよう、茨城など多くの番組で活躍。TBS、モーニング天気の出演をきっかけに気象に興味を持ち、2007年、独学で気象予報士の資格を取得。その後、インターフムで、環境番組の MC や NHK 国際、放送局の英語ニュース番組で世界の天気の、原稿作成、解説を行う。 英語気象アドバイザーを務める。現在は気象キャスターとして各種メディアに出演、また各地の小学校で環境教育の講師としても精力的に活動している。私生活では2009年に5歳年下の男性と結婚。2014年に開催された第5回国民的美魔女コンテストではファイナリストに選ばれ、2016年現在も モデル活動をしている。ありがとうございます。